けるということで、もし、来年やられた場合、懸念はあるんですけども、今回の球場の方の祭りもですね、人が集まってもらうのもなかなかできないというので、もう本当に、主だった客さんに集まっていただいて、祭りの方も祝福して、最高させていただいておりました。今回、このプラザ舞台に関しましても、最初ですね、割り切ったと聞いたところでは、残念ながら、コロナウイルスの方たちが、縮小ということで、なんか、一つないような感じで、こう、なかなか立ったんですが、でも私ども、ここにこのリーグを使ってですね、まあ、うちの礼儀の家内とかですね、まあ、なくても、ここで乗り継だけは開けることはしなきゃいけないだろうなと、皆さんがなくても、立ってもらえないかなと思ってやってきてですね、連携協会の代表の、まあ、わざわざ来て飛び込んできてですね、あんな書いてあるんですか、中止みたいにやって、もう、私は連携協会の、人たち、あるいは、ここだけを同じのする者たちでも集まって、いつも通り、やらせてもらいたいと思うんだというお話をいただきました。非常にですね、ありがたいことだなと思いながら、こう、祭りでどん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 縮小や、あるいは中止になっている中、そういう気持ちを持ってですね、やってくれた松尾様、皆様方の気持ちで本当に強く、応援したい、本当に嬉しく感謝したいと思います。日頃、私はこの神社で祭りをするときに、うちご皆様には、こんな時だからこそ、真実をしっかりと、行い、神様のお力をいただき、このコロナウイルスをしっかりと収束してもらう。それが昔から日本の国の在り方であり、国の国体であり、国の考え方であるということを話させていただきました。今日もですね、急にこの大雨を降りましたけど、これまさに、熊野の舞台の157柱の英雄の皆さんが、何もなれないと思ったのが、皆さんがこう集まり、その熱き思いをしてくれたところで、そんなの嬉しい涙で、ね、こういうふうに雨を降らせてくれてるのかなと、感じながら、今日も祭りをさせていただきました。まあ、コロナウイルスとばかり言ってますが、皆さんもご存知の皆さんもよく通ってくれますが、コロナウイルスがあるような、実は尖閣諸国につきましては、中国船が、それから必ずずっと審判が続いている、まさにですね、日本の国際も危ういところに来ております。どうか、皆様との熱い、お力、お気持ちとともに、また、熊野舞台の、防衛の皆様のお力をいただいて、コロナに打ち勝ち、また、日本国の安泰に持っていき、また日本の国民全てが、豊かな平和に暮らせるような、落ち着いた日が来ることを、ご報告は一つに願っております。今日は本当に皆様、集まっていただきありがとうございました。本来ならば、この場所で乾杯を皆さんにさせていただくところでございますが、このような雨でございますので、しまいますどうぞ、海軍の方に行ってきたいと、私の方でしたら、多少、濡れずに皆さん、順番に、恩恵を踏み出していただけると思いますので、どうか向こうの方で、皆さん、各地、名古屋の恩恵をいただいていただくようにさせていただきました。どうも、今日は本当にお集まりでありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。